ついにその日が来るのです。オリオン座のベテルギウスが超新星爆発を起こすらしいです。2009年頃にも異常活動が観測されて話題になっていましたね。すでに星としての形を維持するのが困難で、爆発は秒読みであると当時から言われていました。その超新星爆発が2013年10月から数ヶ月以内に起こるとのことです。ついにその時が来たのです。数千年に一度の大天文賞ですから見てみたいですよね。さて、今回の情報源はハワイのマウナケア天文台のどなたか。そうです。どなたかです。全くもってうさんくさい情報源ですが、いつかは爆発するのは確実な状況です。問題なのが、宇宙レベルの近いうちって、数日から数年、数十年、数百年まで全てが近いのですよね。地球上から目視で新超星爆発を観測できた最後は、1054年です。今から約1000年前のことで、今ではおうし座にあるカニ星雲として見ることができます。この時の爆発は中国や日本の古文書にも記録されており、金星ぐらいの明るさになり、23日間にわたり昼間でも肉眼で見え、夜間は2年間も見えていたとの記録が残っています。なんとも不思議な感覚だったのでしょうね。ぜひそのような天文賞を見てみたいものです。それでは、ペテルギウスが超新星爆発したらどうなるのでしょうか。問題となるのは、星の質量と地球からの距離です。カニ星雲の質量はわかりませんが、ペテルギウスの見た目の大きさはこんな感じです。ちょっとやばくないですか？大きさは太陽の1000倍もあるのです。太陽を中心とすると、半径が木星まで到達する大きさの星らしいです。それでは距離はどうでしょうか？カニ星雲までの距離は6500光年です。つまり光の速さで6500年もかかる遠くにあります。そしてペテルギウスまでの距離はカニ星雲までの距離の10分の1である640光年。これは宇宙で言うと超至近距離なんです。こんな至近距離で大きな星が爆発したらと思うと、やっぱり見たくなくなってきましたよ。こんなのが爆発したらガンマ線によって地球のオゾン層が破壊されるとの噂が広がりましたが、それは大丈夫らしいですよ。爆発時に放出されるガンマ線には指向性があって、星の自転軸から2度の範囲にのみ広がるらしいです。地球はベテルギウスの自転軸から20度の方向なので、ガンマ線の直撃を避けられるのが理由です。よかったですね。しかし、実際にはどのような影響があるかは、誰もわからないのが現実です。さて、ベテルギウスが超新星爆発を起こしたら地球からはどのように見えるのでしょうか。こんな感じです。最低でも月と同程度、または太陽と同程度の明るさになるらしいです。その状態は3週間程度続いた後、だんだんと暗くなるそうです。見てみたいような、見たくないような、なんとも言い切れないもどかしさがあると思いませんか？まあ今見ている光は650年前の光ですので、すでに爆発しているかもしれません。宇宙って本当に神秘の世界ですね。